た。必殺技スキル、これですよ、はい、初心者ができない壁。そうなんです。攻撃はできるけど、面白いところでもあるんですけどね、慣れると。特定のコマンド、特定のレバー入力とボタンの組み合わせでキャラクターのキャラクターに応じた個性的な技を出すことができます。ごめんなさい個性豊かなって個性的な技を出すことができます。はい、やった。あれですね、よくこう見るやつですよね。そうです、ゲームセンターでこう矢印の表みたいなのを見るやつですよね。これですね、まさに騎士召喚ミニオンナイツ、これこのゲームの特性ですよね。そうですね、さっき言ってた一番最初の方で言ってた、ね、サポート騎士が出てくるのがこれってまさに映像で、なんか自分が操作してるのと違うやつがパーンと出てきて攻撃して去っていくという、うんうん、こういうシステムがあります。これもこのレバーの入力とのコマンドの組み合わせで出すっていうものの一つです。なるほど。そして超必殺技、超必殺技ミリオンスキル、はい、このゲームだとミリオンスキルって言うんですけど、まあ、超必殺技って言った方が分かりやすい人は多いかなと思います、うんうんうん、強いってことですね。そうです、必殺技の上なので超必殺技ということです、うん、ただし、うん、ここに書いてあるように因子ゲージを 100消費することで使える強力な技と。溜まってないとダメなんだね。そうなんです。なるほど。その代わりこういうこの映像みたいな派手な技がほパッとインが出てできてるか、パッといいやつが出ると。そしてさらに上があります。まだある。絶対王権ミリオンエクスカリバ ー、あ、アニメーション、アニメが流れるんですよ。テンションが爆上げになるやつですね。爆上げですか。このゲームの最大の多いみたいな感じですね。その代わりこの因子ゲージがさっきの消費殺技は100消費だったのが200消費と。うーん、これはコマンドはさっき教えていただいたように、はい、そうですね。じゃあ1個目からやってみますか。さっきのコツを、ね、8方向あるんですよね。そうなんです。普通に方向が下と上と横だけじゃなくて、はい、斜めもある。斜めもあります。この上からやったらいいですか。上下左右プラス斜めの8方向になっているんで、上からやっていいですか。上からお願いします。必殺技、はい、下、ちょっと確認、下、斜め下、まっすぐね。そういうことですね。にボタンですね、はい、やりますね。早くやればいいんです。これをちょっと早めにやると、あ、そう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 、いや時間なくなっちゃうからで、騎士召喚は反対逆っすね、はい、下斜め下後ろ、はい、テン、あれ違う、テン、あ、テン、あ、そういうこと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 です。やったぜ。はい、ちょっと時間ない。下斜め下斜め、最初にやったやつと同乗し、2つ同乗しにするだけです、ね、はい、ああ、出ました。早い、天才なんでは。やりますね。それと同じことですか。あ、こいつってもう一個技あるんですよ、はい、もう一個必殺技があって、ライジングヘブンっていう、よく潮流呼ばれるコマンドなんですけど、この右向きだと相手の方向に右下右下っていう3つを素早く入れてボタンを押すと、ライジングヘブンっていうのは急になんかちょっとちょっと違うコマンドですよ、ね、方向が難しく、今までやったのとこっち行ってこっち行ってこっち行くってことですね。そうなんです。だから Z の描くみたいな形ではほう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 、まあ、Z を描くっていうイメージが分かりやすい人がもいるし、あとは前に歩きながら波動拳入力するっていう言い方をする人が結構いるんですけど、うん、まあ、波動コマンドってよく言うんで、なんで前に歩きながらライトニングプレッシャーのコマンドを入力すると出る、出やすいっていう人もいます。前、僕はそっち派でした、最初は。気合い気合い入れると失敗する。やめてくださいよ。シュンシュンシュン、やった。いや、まぐれじゃないですか。ひどい、ひどいよ。厳しいよ、厳しいよ。できる。え、これちょっとコツつかんだかもしれない。なんか出るように一回なっちゃう。本当出るんですよ、だいたい。はい、ではちなみにレバー入力による必殺技を出したり騎士召喚をしたりっていうことに関して入力の補足です。お、これ一番初めて格闘ゲームをやるときに難しいところだと思うので、うん、本当にレバーがどうなってるのかっていうところからも説明しようかなと思います。レバーになってると、最近の家庭用のゲームとかでもコントローラーにレバーついてるじゃないですか。あ、そうですね、コントローラー。あれってまあグリグリ回せるんですけども、うんうん、あれに似た形状してるじゃないですか、レバーって。はい、してる。でもあれと一緒と思うと全然違って、実はこのレバーって真ん中にこう柱がまあ立ってて、うんうん、その下がこの回すと真四角なんですよね。
中が穴がですか？そうなんですよ。でこれレバーをこうぐるぐる1回転すると、うん、途中で角に引っかかるんですよ。正方形になっていてぶつかるようになってます。中がまん丸にはなってない。丸じゃないんですよ。でもこれ8方向あるって言ってたじゃないですか。言ってる。斜めもある。そうなんです。斜めと上下左右で8方向なんですけど、この角に入れるとなので今、うんうん、斜めに入っている状態ですね、うんうん、なので斜めに入れるのが一番簡単なんですよ。端っこまで行けばいいんですよね。そうなんです。この引っかかりに止めておけばいい、うんうん、ただ真横とか真下とかって、うん、正方形のこのまっすぐな部分、下辺の部分なんで、うんうんうん、難しいんですよね。レバーがグラグラしちゃって。あ、そうですね、はい、固定するものがない。そうなんです、うん、なのでこの四角になってるっていうのを意識した上で、さっきのあの必殺技の入力っていうのをやると、うん、出しやすい、ちょっと出しやすいというか、あのイメージとしてそうなってるんだっていう認識をした上で入力した方がいいと。丸だと思ってグリグリってやるよりちゃんと、ね、あ、ここに引っかかりがあるなというのをの肌身に感じて、肌身に感じて、はい、やる方が、はい、分かってなくてやるのと分かっててやるのは違うってことですね。そうなんです。じゃあ何、コンビネーションブレイド、ポリがもうちょっと、もうどん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 覚えることあるよ。 A、B、C 順番に押す、はい、弱、中、強と攻撃ボタンを順番に押すと素早く攻撃をつなげることができます、はい、この上の画像を見るとすぐ分かると思うんですけど、 ABC とタンタンタンってボタンを順番に押してるだけです、あれ、うん、で勝手に3ヒットって出て当たってるのが、そうです。で次がメンサランゲージ、はい、ミリオンブレイド、あ、これ簡単なやつだ。そうなんです。 A ボタン連打、はい、この動画のやつもただ A ボタンを連打しているだけなんですね。簡単、はい、それでなんかそれっぽいやつが出るやつ。そうなんです。どや簡単にスタイリッシュな連続技を繰り出しますって書いてます。そんなことできるわけ、まさか、まさかね。禁止ゲージが100以上あるときは超必殺技ミニオンスキルまで出すことができます、はい、この上のビームピカーンってなったやつですね。はぁ、はい、ゲージがあれば勝手に出ます。すごいな、連打でいいの。ほら、連打よ連打、頑張れ。スイカも割れるかもねって、これもなんかスイカ割ればいいんですね。連打でスイカ割るって知ってる人しか知らないネタです、知ってる人がいるんですか。はい、いると思います。僕ぐらいの世代だと知ってると思います。よしやろう。コンビネーションブレイド ABC を順番に押す、はい、タンタンタンと押すだけでできるん で、 あ、で当てないと出ないですね。これぐらいですか。はい、テンテンテン。あ、そうです、そうです。もう一回やってみますか。あ、違う、テンテンテン。そうです。おお、そうなんです。これでいいんだ。しゃがんで、あ、これしゃがんだ状態の攻撃でも出ます。当たってない。もっと近づかない。はい、テンテンテン。そうそうそう、これだけです。ほんで、簡単なやつ、 A 連打、はい、A 連打するだけ。いきますよ。はい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 、コンボ決めていく、はい、超最強、俺最強。簡単です。やったぜ。見た目派手だけど簡単です。え、あ、終わった。以上でチュートリアルビギナー編は終了。ビギナー編が終了と。え、もう私上手になったってことですか。これはまあ覚えるのは大変だと思うんで、うん、まあ、ただ相手に近づいてボタンを押して体力減らすと、で減らされないようにガードっていうのもあるんで慣れていきましょうねっていう。これもう一回できるんですか、やろうと思えば。できます、できます。できるんですか。1回のプレイで1回までです。あ、そういうことか。はい、次やるときにまたチュートリアルからやってすごーい、いいかなと。